誰かいる。お前ね、勝手に人の部屋に上がり込むな。びっくりするだろ。怖えよ。ったく、みっちり絞られたよ。ちなみに次はお前な。お前実家こっちなんだから訪問されるぞ。まだ進学させる気でいるからね。お前もだよ。ああ、やっぱ降ってきたな。これじゃどこにも行けないじゃん。昼間っから男と部屋で二人きりなんてな。僕の部屋でしょ。まあね。負けた篠原って負けた岡崎は？え？よし勝った！よっしゃ2連勝！どうだ3連勝！って僕が走るまでじゃんけんを続けるだけのゲームなんすかね。それって絶対いじめっすよね。こりゃ外の部活は全部休みだね。ラグビー部戻ってくるかも。頼むからおとなしくしててくれよ。え、裸で雨の中走ってくんの？よかったです。来てくれました。借り物だったのにちゃんと拭いて返さないとダメですね。しましょう。無理でしょうか。ならシュートだけ見せてください。私見たいです。バスケ部だった人のシュートって間近で見たことないんです。私なんかと違って下投げじゃないんですよね。こうかっこよく構えて打つんですよね。だから見たいです。お願いします。
はい。はい。知らなかったです。私やっぱりバカです。ごめんなさい。お前マジでびしょ濡れじゃん。濡れたまま入ってくるな。ほらタオル。嘘つけ、ちゃんと洗ってあるっての。ドライヤー使うなら風呂場な。ビッグボン山本じゃねえか。ああ、そうだったな。そんなウジ虫のような名前だったな。で、どうした？客か？今日は客なんだな。サナイのパンを買っていくんだな。売れ残りすべてを買っていくんだな。ほら、金出せ。たっぷり持ってんだろ。最近の親は甘いからな。ほら、ジャンプしても。古川は俺だ。秋夫様と呼べ。なんだ、渚か。渚になんか用か。そんじゃねえぞ、てめえ。切っちまうぞ。それは教えられねえな。どうだ、パンを買うか。買うなら教えてやろう。あら、グランドクロス岡崎さん。ごめんなさい、岡崎さん。いいえ、今日はまだです。サナエ、簡単に口を割るんじゃねえよ。どうしてですか？いや、それはだな。本当ですか、アキオさん。違うぞ、サナエ。私のパンは、私のパンは、フルカーパンのお荷物だったんですね。サナエ、くそ。俺は大好きだ。
ってください。宇宙と書いて岡崎さん。あの子、学校にもいないんですか？遅すぎますか？だったら私も探しに行きます。明夫さんがいますから。さなえです。わかりました。あ、待って。お姉ちゃん知らない？お姉ちゃん、こいつ探すの手伝ってくれてるの。知らない人。でも一緒に探してくれるって。多分。わからない。でも見つけたらね、ここに戻ってくるって。どうしよう。え？ありがとうって絶対に言ってよね。じゃあね。やっと見つかりました。元気です。あ、冷たい。この子で合ってますか？ん？あ、岡崎さん。ここに小さな子供いなかったですか？
これ届けないと。心配してます。え、じゃあこの子は何なんですか。でもこの子ガードレールの下で震えてたんです。そうですか。本当にバカです、私って。はい、大丈夫です。戻りました。岡崎さん、はい、わかりました。いらっしゃい。て、なんだてめえか。つうか、廊下から降りてきて客も何もねえな。アホか俺は。とっとと帰れ。今日はもうやる気がしねえから閉める。今日もクソ残っちまったな。持って帰るか、小僧。くっ、愛想のねえやつだな。おう、帰れ帰れ。おい、小僧。